ヌン札幌剣山。はい、どうも小池チャンネル小池でございます。今日はですね、9月30日来ました北海道札幌ドーム。ここでね、対戦相手はですね、北海道コンサドーレ札幌です。レースはね、前節ホームでですね、厳しい負け方をしてしまいました。ここからね、また北海道遠い地ですけども、ここからね切り替えてまた勝ち続けられるようにレースル今日もね頑張っていくと思うんで、小池もね思いっきり全力で応援していきたいと思います。そんな小池ですけども、今日はですね、スタジアムのね雰囲気来れない方多分いっぱいいると思うので、スタジアムの雰囲気を多めに動画として配信していくので、よかったら見てください。生ら勝つぞ。そんなわけでじゃあどうぞ。新千歳到着。これからね札幌ドーム行きたいと思います。そして今日のクラシック1本目、今回のね遠征飲んだクラシックの数を数えていこうと思います。じゃあみんな札幌ドームで会いましょう。勝ちに来ました。なまら勝ちましょう。ありがとうございます。そしてお借りしていたんですけど。これなんか柏そこしかいただけないってなんか。そんなことないですよ。はい、好きなとこ貼ってくださいもん。ありがとうございます。ありがとうございます。札幌ドームでクラシック2杯目。じゃあちょっと札幌ドームの中行きましょう。うまい。じゃあせっかく札幌、やっぱ北海道来てるんで札幌っぽいもの食べましょう。ジンギスカン食べましょう。ケンタッキー食べましょう。笑ってくれないともう笑うとこないよ。え、小池さん入り口そっちじゃないです。本当に食べないよ。小池さん、はい、これより先は行けないらしいです。本当だ、危ねえ。今普通に行くとこだった。レイソルサポーターはここまでです。じゃん、はい、すいません、はい、海鮮飯と、はい、クラシック一つください。はい。本日のスタグルはこちら、海鮮飯。早速食べていこうと思います。そんな感じでこれから海鮮飯食べようと思います。昆布が北海道の形になっております。北海道なんでカニのところ行きたいと思います。うん、北海道うまい。あ、なまらうまい。
はい、そんなわけでですね、前半45分終了しました。前半45分終わってカシャレスル2対0で勝ってます。本当にね、今のところはいい感じです。でも先週もあったし、何よりコンサドレ戦はホームでやられてます。最後のね90分笛が鳴り終わるまで戦い続けましょう。そしてね、応援してるときは熱く激しく、そして楽しく、何よりもね応援していきましょう。それじゃあ残り、45分も頑張っていきましょう。元気出して、それじゃあ勝ちましょう。イエー。はい、そんなわけで、今日のコンサドーレ札幌戦は2対1でレストル勝ちました。本当にね、前半2点取っていい流れだったんですけど、まあ、後半1点取られてね、残りね結構長かったんですけども、今日はなんとか守りきれました。本当にね、この勝ち点3本当にでかいです。次もね、この勝ち点3を生かせるようにね、勝利しなければいけませんけども、レイソルはその前に、大事な試合があります。次の柏レイソルの試合は10月8日日曜日ホーム日立大で天皇杯準決勝があります。
本当にね、2023年ね、しんどいシーズンです。しんどいシーズンです。でも、最後にね、天皇杯決勝、10月8日勝てば天皇杯決勝に行けます。本当に大事な試合です。何とかね、この2023年をね、いいものにできるように、まずは10月8日日立で集合して、皆さんレースの決勝進出を行きましょう。そのわけで、こげチャンネル、こげでした。みんな、次は日立台で会おう。バイバイ。バイバイ。そして明日結婚、綺麗ですね。見えました。見えた。綺麗です。